ハイタイ。身長142センチ、小さいけど大人だよ。てるきなたけみです。よろしくお願いします。はい。ということで今日は朝ドラユンタ中級編。イエーイ。この間は三線と同じように一個一個弾いたさ、弦を。こうやって。今日はサンレレ独特コードができるから3弦一緒にとか2つだけとかを取り入れてみようっていうやつです。っていうかさ、今沖縄久しぶりに台風が直撃して暴風域の中です。目の前に山があるんですけど、もう雨と風と葉っぱがぐちゃぐちゃで意味わからなくなってます。見てみる？うわ、めちゃめちゃ吹いてる。ひー、こんな感じの沖縄台風暴風域やばい。ちゃんとガムテープでもやって新聞も敷き詰めてます。そんな中サンデレ中級レッスンやるよ。はい、それでは続けます。もうよ、中級からはゆっくりやらんよ。見てついてこい。それでは朝ドラユンタ中級編。ここで3つ。ということで、サンレレの特徴はコードができるから、少し3つ いっぺんに弾いたり、2ついっぺんに弾いたりとかやって、こう工夫していい感じに遊んじゃってください。ということで、台風暴風域の沖縄から、てるきなたけみがお伝えしました。まったやー。カメハメ線ってここ合ってる？わからんかったわけ、この。この携帯の画面のどこにカメラがあるかわからんかったわけ。ここ？コメントありがとう。まったねー。